ありがとうございます。皆さん盛り上がりましょう。イエーイ。今回の花火大会においては、協賛席いろいろ、この前でさはじめとするたくさんの応援をいただきました。募金活動も一生懸命やらせていただきました。本日このような花火大会ができたのも皆さんの、日頃の成果だと思っております。皆さんありがとうございます。では花火大会始めましょう。よろしくお願いします。山上会長ありがとうございました。続きまして、霧ヶ谷さとる逗子市長よりご挨拶いただきます。市長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。逗子市長、霧ヶ谷でございます。まずはじめに、今回は大きな台風が襲来し、各地に大きな被害をもたらしました。この被害に遭われた皆様に対して、心からお見舞いを申し上げます。そして逗子海岸にお越しの皆様、ようこそ逗子海岸にお越しいただきました。ありがとうございます。今年は初めて秋の大会となりました。この秋は台風の時期にも当たりますし、大変に心配をしておりましたけれども、皆様の思いが天まで届き、そして今日のような本当に素晴らしい花火日和となりました。皆様に感謝申し上げます。そしてこれを企画し実行するには、多くの皆様に大変にご苦労いただきました。おかげさまで数多くの皆様のご支援のもと、こうして開催されますこと、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。そしてまた毎年コロワイド様には大変なご協力をいただいてあります。心からお礼を申し上げます。逗子の花火の特徴であります音楽と花火のコラボ、これを皆さんたっぷりとご堪能ください。ありがとうございました。霧ヶ谷市長ありがとうございました。さあ、いよいよ打ち上げのお時間となりました。夏を締めくくり、秋の訪れを告げる逗子海岸花火大会は、海の上に浮かぶ3隻の大きな船から打ち上げます。沖合の3隻の船、皆さん見えますか？そしてその舞台を太陽が生まれたハーフマネビーチで取り囲むように観覧席が設けられています。このロケーションは他の花火大会と比べても絶好の花火会場です。ここ逗子海岸全域を使って花火と音楽が一体となったショーが目の前に繰り広げられます。日本最大級の花火エンターテインメントショーに期待が高まります。さあ、それでは霧ヶ谷市長、山上会長にカウントダウンの音頭を取っていただきたいと思います。会場の皆様、カウントダウンを合図に最初の花火が打ち上がります。